AS コンバットシリーズ。AS コンバットシリーズは、バンダイナムコエンターテインメント、旧ナムコ Q、バンダイナムコゲームスから発売された、フライトシューティングゲームのシリーズ作品である。挙動の再現を重視した、フライトシミュレータではなく、フライトシューティングを歌うことによって、戦闘機の機体や、搭載兵器の性能、ミサイル搭載数などから現実的な制限を取り払い、 操作もゲームパッドのみで完結するなどプレイしやすくしたことで幅広いユーザーから支持を集める人気シリーズとなった。また一作目から光ディスクを使用する第5世代でリリースしたためリリース時点では微麗なグラフィックや多彩な音楽を収録できたことも注目を集めた。プレイヤーの操作する機体はジェットエンジンの戦闘機、攻撃機、 マルチロール機だが、作品によっては、レシプロ、戦闘機や爆撃機のほか、旅客機、宇宙船なども操作することができる。実在する兵器だけでなくオリジナルの架空兵器も恒例となっており、敵だけでなく架空の機体を操作できる作品も多い。エースコンバットゴージアンサングウォー以降のタイトルでは、開発チームはプ、プロジェクト ACES、プロジェクト ACES となっており、 ACES の文字をダイヤ型に並べた独特のロゴンガンボルマークである。スカイクロライノ剪定セス。タセスにはタイトル名として関している。一作目と二作目ではロゴグラムの背景の鳥のエンブレムが共通となっている。色は稲。AS コンバット、ACE コンバットはバンダイナムコエンターテインメントにより商標登録されているが、 略称の登録はされおらず公式では略さずに表記している。ファンの間では A コンや S コンの略が多いが AC は同じくアーマードコアシリーズの略称と重なるためあまり使われていない。ゲームの性質上 3D 酔いしにくいとされるがさらに 3D 酔いが起こりにくいような調整が施されている。業務用大型筐体ゲームとして開発されたナムコ。 現、バンダイナムコアミューズメントのエアーコンバットシリーズの移植版として制作されたが、日本国内ではシステムソフトのエアーコンバットがすでにあったため改めてエースコンバットと命名された。海外では第一作はエアーコンバットのままであった。当初の対応ハードはプレイステーションであったが、シリーズ第4弾のエースコンバットレイオンシャッタードスカイからは、 プレイステーション2に変更され PSP でもエースコンバット X スカイズ・オブ・ディセプションが発売された2007年11月1日には XBOX360 へプラットフォームを移したエースコンバット6開放への戦果が発売され2009年12月4日からはモバイルゲートしてエースコンバット臭いスカイズ・オブ・インカージョンが販売開始二千十二年一月十二日には 任天堂 t e ー d 3DS 用に、エースコンバット 3D、クロスランブルが発売された。従来のシリーズでは架空の世界が舞台となっていたが、2010年8月26日には、シリーズ初の現実世界を舞台とした、携帯基板、第2作、エースコンバット X ジョイントアサルトが発売された。ついで2011年10月13日には、 初の PS3 作品 XBOX360 第2作、エースコンバットアサルトホライゾン以下、R が発売。2013年1月25日には、Windows 版も発売された。日本では未発売。2014年5月20日には、シリーズ初の F2P 作品、エースコンバットインフィニティが日本、アジア地区でサービスを開始した。2015年12月5日、 サンフランシスコで開催されたプレイステーションエクスペリエンス2015においてシリーズ最新作にして6から8年ぶりとなるナンバリングタイトルエースコンバット7スカイズアンノーンが発表され2017年1月26日に前日のサブタイトルが正式発表されたシリーズのうち 230450X6 く 3D 7はすべて同一の架空世界を舞台にしており、公式ツイッターなどでは、ストレインジェリエル、ストレンジリアルと呼称れている。また、3を結節点としたアグスフとの関わりも公式に表明されている。X と R、インフィニティではこれまでの世界観を一新し、実在の地球が舞台になる。ただし、それぞれの作品で世界観は独立している。 インフィニティは実在の地球を舞台にしながら、ユリシーズの厄災や、ストーンヘンジ、空中艦隊など、ストレンジリアルを中心とした過去作の要素が大半を占める。各シリーズ作品の舞台設定や歴史については、個別記事を参照されたい。設定年度が存在するシリーズ各作品の年表は、以下の通り、わかりやすくするために判明しているものや、 複数の作品に関わっている出来事も記載する。アドバンスは設定年度が2032年と明らかになっているが、蒸気作品群との世界観のつながりは不明である。舞台は核世界における地球。BR 地質史、生物史、人類史的には大まかに現実に即した歴史を辿ってきており、生態系や文化、言語には共通点が多く、 実在企画機が登場するに至る背景設定各作品内の機体解説にて紹介されるも概ね現実の軍事情勢に沿ったものである。BR 一方、地形や国家などは現実とは完全に異なっている。軍事技術を中心とする一部の科学技術については現実の現代において基礎研究段階である技術が 同年代において、すでに実用段階であるなど、やや高度な水準に到達しており、各作品内ではそれらが架空兵器という形で表出している。BR なお、神話、伝承については、現実、主に北欧神話と共通するモチーフが多数登場する一方、宗教体系については明確な形で触れられた機会はない。大陸がいくつか存在し、 公式サイトの壁紙などで詳しい世界地図を見ることができる。シリーズ中初めて PS シリーズ PSPS PS に PSP 以外のハード専用として発売されたソフトで 3D クロスランブルが発売されるまでは唯一の任天堂製ハード専用のソフトであった。エースコンバットシリーズ海外第6作。北米市場でのみ発売。ただし、 日本版のグバでもそのままプレイすることが可能。グバであるため従来のフライトシューティングではなく、メタルホークのような高度の概念がある、トップビューシューティングであることが特徴。ミッション数は全部で12、プレイヤーは u e d のパイロットとして、ゼネラルリソースの行動を阻止することが目的である。ミッションは基本的に敵部隊を全滅されることが目的であるが、一部の ミッションは特殊な条件が課せられる。敵組織の名前である、ゼネラルリソースの書出は3であり、本シリーズ他作、他アグスフ等と共通設定にある企業名である。2032年、各国のグローバル化が進み、国ごとの境界線も曖昧になりつつある世界。その結果として、多国籍企業体がひしめく、経済超大国へと成長していった一つの大陸。 他国籍企業の一つである、ゼネラルリソースは、他の企業の脅威に備えて、エアーストライクフォースを配備しつつあった。その中で、新国際連合は、ユナイテッドエアーディフェンスを設立。ゼネラルリソースの行動に牽制を仕掛けることになる。携帯電話のアプリケーションとして発売された、シューティングゲーム。日本で発売されていない作品としては、アドバンスに続いて2作目となる。 全体的に、アドバンスと雰囲気は似ており、同作と同様のトップビュー方式であること、登場機体はすべて架空機であることなどが共通している。プレイヤーは、ノルデンナビク空軍のパイロット、グレンデル1として、数々のミッションをこなす。1999年のユリシーズ・ラッカ。それは、ユージア大陸のみならず、全世界を混乱へと陥れた。アネア大陸の西部に位置する。 ノルデンナビク王国は、ユリシーズの落着、そしてその後に訪れるであろう幾多の混乱と危機が、この国に迫る危険性を暗示、特殊航空部隊、グレンデルを創設した。大陸戦争から艦隊平洋戦争、そしてエメリアイストバキア戦争に至る裏側で彼らは、祖国を守るために戦う。登場する機体は全て架空機であるが、 実在するモデルに似せた造形がなされている。表記のものは、作品中で使用される略称や名称のものは ACE Combat 3 Electro s p h r e にて、コフィンシステム搭載機として登場したもの。表記のものは ACE Combat a s s a l t Horizon において、DLC 配信など、キャンペーン内では入手不可能な機体。また、愛称が作品中に表記されるのは、 一部の機体説明などを除き、エイスコミューバット0以降である。A、ACE コンバット3エレクトロスフィアに登場する航空機は厳密に定義するとすべて架空機だが、実在機をもとにコフィンシステム化改造を施したのみの機体については、この一覧に含まれていない蒸気の機体を参照。括弧内は登場作品。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。